はい、スロックマンです。はい、今日もウルトラボックスですね6号ですね、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、ウルトラボックスの動画ね、いまいち人気がないんですけど、再生回数があんまり伸びないんですけど、ちょ個人的にね、すごくやりたかったゲームなんで、ちょっとやらせてもらってますけど、よろしくお願いします。昨日はこれとこれとこれとこれやったんですよね。クストはいいか、とりあえず。はい、でゲームソフトカタログとこれあとこれだけですねとしおさんの声ですね。今のはピッコロ大魔王の、じゃあ、ピッコロの役のね、人ですけどね。諸星あたるさんとかね、その辺の役をやった人ですね。はい。あ、コズミックファンタジー2ですね。でも毎回恒例になってきましたけど、このウルトラボックスシリーズで一番最後にこの絵はがきを見ていくっていうね。で僕ね、絵を見るのは結構好きなんですよ、実はね。はい。絵心がある人間だったんで、もともとね、高校生の時、小学校、高校の時絵描いてましたから、漫画描いてたぐらいですからね。やっぱ絵を描くのが好きで、絵を見るのも好きなんですね、実はね。あ、これ、ツインビーですね。出たな、ツインビー。サラマンダーマル。はい。これなんでしょう、よくわかんない。毎回ね、これ結構絵はがき多いんで、見るのに10分ぐらいいつもかかるんですけど、これはあれか、ドラクエのあれですね、マタンゴかなんかのね。あ、これもドラクエですね、ドラゴン、はい、ナディアですね、不思議の海のナディア、はい、これは何やろ。あ、バニラシンドローム、名前は聞いたことありますね可愛らしいですね。あ、ファイヤーエムブレム。エンブレムになってるやん。エムブレムですよ。これミネルバかな？ミネルバっていうね、天空の、ね、天空騎士、ペガサスナイトか。はい。これなんでしょうね。可愛らしい。まあ、麻雀って書いてある。麻雀学園。ワルキューレですね。はい。これはターちゃんですね。ジャングルの王者、ターちゃん。これな、あ、なんか聞いたことあるけど、なんかの漫画のやつですね。なんか、うん、なんて読むのかわからないですけど。これなんかよくわかんないな。可愛らしいですけど。三人パーティー。これもなんか何のゲームかわからないですけど。バカ野郎。これプロレスラーですね。なんかのね。少年足部ありましたね。これは何の絵かよくわかんないね。これもよくわかんない。これもようわからんね。これ太郎。あ、これ太郎ってあれか。この、何やったっけ、ウルトラボックス4号かなんかに入ってた、アドベンチャーゲームの、これ太郎っていうキャラでしたね、確か。なんかこれなんか、ドラゴンボールっぽいですね、絵がね。まだら。これも何のキャラかわかんない。不思議の海のナディアですね。うるせえ奴ら。うん。なんか、ローマ字で書いてますけどね。あ、これ、ヤワラですね。うん。ヤワラも、可愛いですよね。メルヘンメイズ。エルフの村の村長の娘。うん、なんかよくわからんな。これ、ドラゴンボールですね。スーパーサイヤ人。なんか顔が真っ黒ですね、なぜか。うん。マイケル・ジャクソン。ああ、マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーってゲームありますからね。これなんかよくわかんないな。はい。これランマ2分の1ですね。まあね、この当時流行った漫画とかアニメとかゲームになってきますからね。やばら。
セリア。何やセリアって。天空の城ラピュタですね。ワルキューレ。うん。これ何でしょうね。うんこって書いてある。I love うんこ。ようわからんな。あ、これうまいですね。何の絵かわかんないけど。可愛らしいですね。塔の東のナルコさん。知らないですね。アイドルかな、当時の。うん。これドラクエ4のアリーナですね。これはなんかよくわかんない。はい。サザンアイズね。流行りましたよね。はい。エドワードサーガ。ストレートファイター2って書いてますね。スト2ね。はい、バットだね、ヨシオくん。なんか聞いたことあるような気がするね。そんな漫画あったような気がしますね。これワルキューレですね。これなんだこれ。ドラえもんみたいな感じ。僕ドラえもんって書いてあるわ。これはソニックですね。うん、上手ですね。ウルトラボックス。ウルトラボックスっていうね、文字だけの ロゴみたいなの書いてるんですね。これ何でしょうね。ライデン。ライデンか。マニアックですね。これはあれです。パプア君ですね。うん。南国少年パプア君の。昔よく読んでましたよ、この漫画。今も持ってますけど。うん、なんか鳥山明っぽいんですよね。その絵のタッチがね。描いてる人は女性なんですけどね。PC 原人ですね。ドラゴンスレイヤー。4でしょうけど、6になってますね。書き方は4でだけど6になっちゃってますね。これなんでしょうね。よくわかんないな。ドラゴンボール Z。クリリンですね。これもスライム。まあまあドラクエのね。サーク。マニアックですね。ドラゴンスレイヤー。はい。これクストって書いてますね。うん。これはあれか。ビッグバイパー。コナミのビッグバイパーって書いてありますけど。うん。グラディウスですね。うん。まあ、上から見たビッグバイパーですね。いや、実際でもね、グラディウスって、横スクロールシューティングですけど、ビッグバイパーの時期はね、横から表示されてるんですけど、敵はね、縦、敵は上から見た視点で出てくるんですよね。あの、ビッグコアとか。そこはちょっとね、不自然なところはあるなとは昔から思ってるんですけどね。あの、ビッグコアはこういう形で出るんですよ。こういう、この向きで。でも、ビッグバイパーは横向いてるんですよ。そう考えればちょっとおかしいんですよね。普通に考えて。うん。まあまあ、ビッグコアとかね、敵キャラクターはもしかしたら、横から見てる、横からっていう意味なんかもしれませんけどね。同じこう向きでやってるっていう。まあ、こういう風にね、見えてるんですけど、まあ実際横向きなのかもしれませんけどね。そこはわからないですけど、うん、そこは気になるところですね。僕はグラディウスシリーズでね。うん。まあまあ、どうでもいいことですけどね。これイースですね。アドル。ランマ2分の1。上手ですね。これ絵がね、うまい下手の差がすごいありますね。やっぱりね、どうしてもね。これよくわからないな。オリジナルって書いてありますけどね。自分のこうオリジナルで考えたキャラクターってことかな。ソーサリアン。いや、僕もね、昔自分のオリジナルのキャラクターいっぱい考えてね、書いてましたからね、昔ね。1000キャラクターぐらい僕書いてましたよ。Facebook の方にはそれ投稿してますけど、全部ね。はい。あの、1000キャラクター以上ね、1000キャラクターどころじゃないな。もうすごい、1200とかね。もう多分1500ぐらいあるかもしれないですけど、1500キャラクターぐらいね、僕自分でオリジナルのキャラクターがいっぱい作って書いてね、書いてたんですよね。小学校、中学校、高校の頃ね。はい。それぐらい絵が好きだったんで、絵描くの好きだったんですよね。あ、これ大の大冒険ですね。バリス。いや、僕昔漫画家になりたかったぐらいですからね。小学校6年生の時の将来の夢はね、漫画家になることって書きましたからね。まあ、さすがにならなかったですけど、うん。チュンリーですね。まあまあ、ゲームの、
クリエイターか漫画家が夢だったんです、将来の夢、僕ね、小学生の時のね。うん、まあどっちもならなかったですけど、まあ無理だったですね、結局はね。無理だと思いますけどね。うん、難しいとか大変な世界なんですけどね。天才じゃないとできない仕事ですからね。これ桃太郎伝説ですね。竜ですね、スト2ですね。これなんかよくわからない。モトローダー、マニアックですね。モトローダー2か。でもこの女の子は可愛らしいですね。サヤ、コズミックファンタジー。なんでしょうね、これね。日本が。よくわからんな。はい。コズミックファンタジー2。ランマ2分の1。シャンプーですね。あ、これファイナルファンタジーですね。猫。にゃー。ビデオガールですね。ロードスト戦記。ありましたね。牛と虎ね。ありましたね。カワウソ。なんだこれ。これ何やったっけ、なんか、何やったっけな。なんかのキャラですよね。見たことあるんですよね、これ。これもよくわからんな。ベルダンディ。何のキャラでしょう。伝説の少女。伝説の少女といえば僕は水木有沙しか出てこないですけどね。水木有沙のね、デビューシングルが伝説の少女っていうね、タイトルなんですよね。はい。天使アドル。これまあいい巣ですね。はい。アルテミス。何のキャラでしょう。ポンピングワールドか、これ。ポンピングワールドってゲームありましたからね。はいはい。うん。あ、横に書いてありますね。ちょっと、英語のアルファベットの方で読んでましたけど、さっき。カプコンのゲームですね。パンのね、スーパーパンかな。パンの、向いた PC エンジン版ですね。モンビット。あ、聞いたことあるね、モンビットって。なんだこりゃ。なんかよくわからんのもありますよね、やっぱりね。これはバリスですね。巨人。あ、これもまあ、可愛らしいですけどね。何のキャラかわからないですけど。これ、ランマ2分の1ですね。なんだこりゃ。よくわかんないな。ナディア。これ多分ね、絵がうまい下手関係なしに応募されたやつ全部紹介してるのかなっていう、厳選してる感じしないですよね。おそらく全部、ウルトラボックスの方にね、ビクターの方に応募してきたのを全部載せてるのかなっていう、これ多分選んでないと思いますよ、これ。うまい下手の差がありすぎて、わけわからんなもん結構あるし、応募してくれたの全部多分これ載せてるんでしょう。たましょう。水玉賞発表。あ、これ可愛らしい。力作揃いで迷っちゃったんだけど、ドラクエが可愛くなっちゃってるんで、水玉賞はこれで決まり。なるほど、水玉の恋模様っていうね、ゲームをアドベンチャーゲームプレイしましたが、あのヒロインの声やってるそうですね、水玉って。多分ね、これはなんで、江藤って。江藤賞発表。私が江藤です。いろんなハガキがあったんですが、アイラブウンコ、これ、ここまで、言い切ってしまうわけのわからないパワーに惹かれました。というわけで、あ、そういうことか。江藤賞はこの1枚に決定です。ちょっと下品ではありますけど、まあね、うんこはね、佐久間明さんもうんこ大好きですからね。桃太郎電鉄関連にうんこいっぱい出てきますもんね。はい、これか。発表。編集長の小森です。今回もたくさんの応募ありがとう。さて、今回のグランプリはこの作品に決定です。ゲームキャラクターのイラストが多い中で、猫に注ぐ作者の愛情あふれる視点が
強烈なインパクトを与えました。おめでとう。そうか。というわけでグランプリ発表をおしまい。まあ僕はどれって言われてもね、選べないですよね、いっぱいありすぎてね、うん、まあ、とりあえずこれで全部終わりですね。はい、じゃあね、これで終わらせていただきたいと思います。6号はね、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。